花吹雪琴の音に舞うマイル戦18頭、どんな舞を見せてくれますか。桜花賞1600m 立ち遅れました。8番コラソンビート、さあ先行争いであります。セキトバイーストが行く構え、そしてその後ろから5番シカゴスティング、14番湘南マヌエラ、外から行こうというところ、そして4番手に15番エトボプレ、キャットファイト、まもなく第3コーナーに差し掛かります。イフェイオン、そして外からは11番ライトバックチェルビニアが、その後ろセシリエプラージュ、6番アシゲの馬体ハワイアンティアレ、外から1頭13番テンメッサ、パスコリピケーノ、その外12番ステレンボッシュ、その後ろでやりましょうかコラソンビート、内から1頭2番クイーンズウォークスイープフィート、その内からは1番ワイドラツール、さあまさに桜花賞桜並木をバックにして山菜牝馬優駿が駆け抜けていきます。先頭行くのは5番シカゴスティング、先頭浜中とシカゴスティング、アスコリピテーノものすごい足、3番手にシカゴスティング、抜けた抜けた、15番エトブプレ、アスコリピテーノが2番手、足色がいいスイープフィート、捉えるか、外をついてスイープフィートが来ている、先頭北村とアスコリピテーノ、アスコリピテーノ、アスコリピテーノが1着、あとは写真です。勢いがありますね。1着9番、2着7番、3着15番以上のように確定しました。桜花賞18頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。どうしても花を切りたい湘南マヌエラ、やはり行きました。シカゴスティングがそのうちにいます。それから足毛の馬体エトボプレでやります。10番セキトバイースト、内から1頭コラソンビート、そしてその後ろから4番キャットファイト、外を通りましてチェルビニア、13番テンメッサ、内を通ってアスコリピケーノ、それからもう1頭3番イフェイオン、その外からは17番マスコールウィン、それから6番ハワイアンティアレ、ライトバックステレンボッシュがその後ろ外を通って16番セシリエプラージュ、7番スイープフィート、さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。先頭行くのは5番シカゴスティング、懸命に手を動かして北村とアスコリピテーノ、シカゴスティングが抜け出した。さあ大波乱になるのか、湘南マヌエラ懸命に追う、さあ先頭はシカゴスティングが3馬身リード、先頭浜中とシカゴスティング、クイーンズウォーク懸命に追う、間から懸命にクイーンズウォーク、これは激しいレースになりました。頑張る頑張る浜中とシカゴスティング、クイーンズウォーク、クイーンズウォークが1着、あとは写真です。1着2番、2着12番、3着5番以上のように確定しました。桜花賞 1600m 2頭ほどスタートの悪い馬がいますが、2番クイーンズウォーク、それから11番ライトバック、注目の先行争いでありますが、14番湘南マヌエラ、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。5番シカゴスティングが上がってまいりました。エトボプレ、第3コーナーに向かいます。18頭この辺りちょっと離れているセキトバイースト、4番キャットファイト、その外8番コラソンビート、ちょっと離れて9番アスコリピテーノでやります。それから足毛の馬体イフェイオン、そして外からはチェルビニア、ハワイアンティアレ、ほとんど馬体が合っています。外から1頭テンメッサ、そしてその後ろから17番マスコールウィン、そのうちに12番ステレンボッシュ。さあまさに桜花賞桜並木をバックにして山菜牝馬優駿が駆け抜けていきます。先頭行くのは5番シカゴスティング、エトブプレ、
懸命に追う先頭行くシカゴスティング、ああもういっぱいか、懸命に手を動かして横山とホラソンビート、先頭浜中とシカゴスティング、頑張る頑張る藤岡とエトブプレ、青い帽子スイープティーと先頭だ、ライトバック懸命に追う、粘った粘ったスイープティーとスイープティーと一着桜花賞、勝ったのは7番スイープティーとだ。1着7番、2着11番、3着9番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した18頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは8番コラソンビート、14番湘南マヌエラが上がってまいりました。シカゴスティング、15番エトポプレ、セキトバイースト、それから4番キャットファイト、そしてその後ろからチェルビニア、それからもう一頭イフェイオン、12番ステレンボッシュ、マスクオールウィンがその後ろ内を通って9番アスコリピチェーノ、6番アシゲの馬体ハワイアンギアレであります。そしてその外にセシリエプラージュ、その内からは11番ライトバック、それからスイープフィート、内から1頭2番クイーンズウォーク、その外にテンメッサ。第4コーナーの橋を渡ってあとは長い直線です。アスコリピテの直線の伸び足はどうか。さあ先頭はシカゴスティングが半馬身リード、2番手に湘南マヌエラ、懸命に手を動かして松山とキャットファイト、先頭シカゴスティング、しかし差はそれほどでもない、外から懸命にエトブプレ、チェルビニアが2番手捉えた、かわしたチェルビニア、内を通ってエトブプレ、アスコリピテのが2番手チェルビニア、1着桜花賞、勝ったのは18番チェルビニアだ。1着18番、2着9番、3着2番以上のように確定しました。スタートを切りました。18頭、2番クイーンズウォーク、ちょっとタイミング合わなかったようであります。先行グループからまず見てまいりましょう。エトブプレが上がってまいりました。内を通りまして14番湘南マヌエラ、5番シカゴスティング、そして4番手に8番コラソンビートであります。それから4番キャットファイト、外を通りましてセキトバイースト、イフェイオン、その後ろ3馬身くらいあって12番ステレンボッシュ、13番テンメッサ、そのうちにハワイアンティアレ、それからもう1頭チェルビニア、そのうち11番ライトバック、縦長になってまいります。外から1頭セシリエプラージュ、アスコリピテーノがその後ろ、その外17番マスクオールウィン、内から1頭ワイドラツール。さあまさに桜花賞、桜並木をバックにして山菜牝馬優駿が駆け抜けていきます。先頭行くのは14番湘南マヌエラ、ここで先頭に立ったシカゴスティング、ステレンボッシュが差を詰めてきた、間からステレンボッシュ、先頭変わってステレンボッシュ、イフェヨンが2番手、外からイフェヨン、外から突っ込んできたアスコリピテーノ、これは阪神レースになりました。アスコリピテーノが捉えるか、ステレンボッシュかアスコリピテーノか、首の上げ下げ、さあこの1着は際どいぞ。勢いがありますね。1着9番、2着12番、3着3番以上のように確定しました。